災害時にお年寄りや体の不自由な市民を守るための取り組みにつきまして、ご報告をさせていただきたいと思います。東日本大震災や各地で発生している大規模噴火、さらに土砂崩れなど予想を超える大災害が発生することを受けまして、国は災害対策基本法を改正し、避難する際に支援が必要なお年寄りや体の不自由な方を確認する名簿の作成と提供が義務化されました。このため横手市では災害発生時に備えようと避難行動用支援者名簿を作りまして、迅速な捜索などの支援活動に役立てることといたしました。この名簿につきましては市で管理している住民基本台帳をもとにいたしまして、65歳以上の介護を必要としている一人暮らしのお年寄りや身体障害者手帳をお持ちの方など対象となる市民の名簿を作るというものでございます。対象となる方には同意確認文書をお送りいたします。この名簿は市の関係機関、横手警察署、消防などに提供いたしまして、災害発生時に避難活動に役立てていただくということにしております。今月21日に平川地域で行いました避難訓練でも、安全な避難場所に避難した時点で安否確認を行いまして、確実に市民の皆さんの命を守っていこうという訓練を行ったところでございます。大規模災害ではお年寄りや体の不自由な方の情報が事前に分かりますと、迅速で効率の良い捜索などの支援活動に結びつけられるものと考えております。また横手市ではこの情報を救助の最前線で動く消防団の方にもお持ちいただきまして、迅速な活動につなげていきたいというふうに考えております。この名簿の作成のための順次ため、この名簿の作成のために、順次、市民の皆様にご理解をいただくためのチラシを配りまして、対象となる方に同意確認書をお送りいたします。ぜひ、この名簿作成とその提供にご理解をいただければありがたく存じます。市ではこの名簿を作成、この名簿の作成を多くの方々に知ってもらうための映像を作りましたので、準備いたしましたので、ご覧ください。お願いします。何の前触れもなくやってくる自然災害、あなたは大切な人を守ることができますか？訓練これは田舎消防横手市は災害時にご高齢の方や障害を持たれている方を迅速に救助するために名簿を作ることにしました。大切な家族を守るため名簿の作成にご理解ください。詳しくは横手市のホームページかお電話でお問い合わせください。はい、以上ですね。はい、このようなものでございます。これからも横手市では安心して暮らしていただける災害に強い街づくりを目指してまいりたいと思います。まず災害につきましては、災害対策につきましては以上でございます。続きまして、このチラシ、市民の皆様にももうお配りしておりますけれども、横手市のプレミアム付き商品券が7月1日に発売というふうになります。午前9時からまず特設会場といたしまして、三三横手、いわゆる横手体育館の向かいにある施設でございますが、7月1日から12日までの午前9時から午後3時まで、また横手市商工会に十文字拠点センター、平川拠点センター、雄物川拠点センターは7月4日5日11日12日の午前9時から3時まで、
そして、あと市内の取扱い金融機関におきましては、7月1日から販売終了まで、また横手商工会議所におきましては、7月13日から販売終了まで、午前9時から3時ということで、まあ、商工会議所においては平日のみということでございます。以上、報告とさせていただきます。ありがとうございました。